はい、皆さん、大きくなったサーモンになりたい、クるセいくらです。今回もですね、こちら、うつろまゆ実況プレイ、続きをやっていきたいと思います。前回の続き変わっていくので、前回の動画見てない人はですね、概要欄に URL 貼っておくので、そちらから見ていただけたら嬉しいです。はい、ということですね、前回はあの手足と髪の長い化け物から逃げ切って、近くの倉庫に 迷い込んできたところから始まったんですが、なんかね、この先に行くともう一ステージあるっぽくて、早速やっていきたいと思います。こここからかすかに風の流れを感じるえー、だってこれ以上行くところないよ。行くん、えー、うわもうなんかいきなり顔とか出てこないでよ。っ行く行くもうなんかさ。 先に進んだ瞬間目の前からワーッと軽めてよ行きますあ、こわあ、暗い暗い暗いあ暗い暗い暗い NOW ローディング一旦挟めるねうわすごい倉庫の奥にまた倉庫みたいなところがあるんだけどこれ普通に行くよ こんにちは。どんだけでかい倉庫なんここ。あ、本落ちてる。暮れないの五符とは、古代よりこの地に伝わる魔よけの札である。魔を退けるとされている紅色に染めた紙に墨で符号を書かなければならない。符号の詳細は不明であるが、火の光は邪気を払うとされていることから、太陽の紙を表しているではないかと思われる。村の言い伝えによれば、五符に魔性のものが近寄れば、札はたちまち光を放ち、魔性のものを苦しめ払うという。<laughs> これ絶対使うよね。魔性のものが近われば、札は光を放ち、魔性のものを苦しめる。待って自分めっちゃ今ミケ赤く光ってるよね。ほら。うわ、なんでこれで整備できるかわからんけどあ。めちゃめちゃ光ってるよ。この札は。 頭が割れそうだこれ主人公が何やかんや一番の化け物で下落ちとかやめてよ進んでいけばいいこれあっ綾乃の写真誰 <laughs> 急にはめちゃめちゃ達筆1930年11月13日没これがあれかな繭姫のねえ本当の名前かな絹さんの家にあった家と同じ写真だえそうなの うわ怪しいうわなんかお酒みたいな壺あるわねえ熟成されててさぞ美味しいんでしょうやっていきましょう怖っ怖っ何この壺ボえすごこれで漬物とか作ったらねえ1ヶ月分ぐらいになりそうこはどなんだめっちゃ長いやうわ出れそう怖はこ,ここ 行って大丈夫。行きます。まだある。えあっ。あっ、こわ、こ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 わ。え、こわ。あっ。あっ。あほら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 。うーわ、なんか湯だめいでるかな。ちょっとゆっくりこう、ゆっくり。あやばい、これやばいって。すみません。 失礼いたしました。オッケーオッケーオッケーオッケ,ーオッケー。なんか怪しいなんか怪しい。絶対なんか変な足をった形とのも。宮間家家系伊藤。え？ああほらほら一番最後の家系。え？あお母さんの長女がさっきの家の写真。え。あ読める。うわなんかやばそうなの見ちゃった。 閉めようもうあいつ入ってこれないようにしようめちゃめちゃ続くやんえちょっと待ってめちゃめちゃひどいやん <laughs> めちゃめちゃひどいじゃん海藻もあるしかも1階と2階えー、ここ屋敷なんだ宮間屋敷ここは宮間家の旧宅か旧宅めっちゃ広 なにこれ火打ち石えマイクらでしか見たことない火打ち石なんて打ち金と石を打ち合わせしようする八角どうすんねんこんな手に入れててあとはあー出た出た出たお薬ゆっくり見ていくよマップで言うとああそんな感じなんだ えどこに行くかあんじゃろうここの文庫とか怪しいよな便所めちゃめちゃあるほんまにひどいぞこことりあえず開けたら渋でおり返す1929年5月10日幸運な子に僕は深山家の婿養子として選ばれた常々父兄から腰抜け軟弱者とさげすまれてきたが久兵衛殿の目にはそのたちが自分に歯向かわない純々な男として映ったのだろう婚約を交わし来春の終言が待ち遠しい 一目見たその時から綾乃さんの姿が焼き付いて離れないふわりと光を浴びる肌と濡れたように輝く黒髪僕と会うと目を伏せることが多い彼女その長いまつげが頬に落とす影すら愛おしく思えてしまうえっ、ー、ポエムやポエムえ7月7日わずかでも綾乃さんの気を引きたい思いで僕の招集品である蝶の標本を披露することにした色とりどりの蝶は彼女を喜ばせてくのではの期待したからだ 綾乃さんはこんな綺麗な蝶々を初めて見ました <laughs>。と話したがその顔はどことなく寂しげで「蝶は嫌いですか?」と僕が聞くと「蝶は好きです」でもカゴに入れてしまうのがかわいそうで「私は飛んでる姿を見てることができれば十分です」と答えたその言葉に僕は強く胸を打たれたこれはじいちゃんが若い頃に書いたものかじいちゃんだから本当は綾乃さんが好きやったんや絹さんじゃなくてええー。 え、おじいちゃん、おじいちゃんはいいやつでいてほしい。ほんで、あ、ここ、便所じゃねわ、すご、うわ、え、こんな感じなのお便所って。男性用ボットンね、ボットン。ええー、もうだからさ、ボットンのさ、この、この何、この暗黒これがめちゃめちゃ怖いよね。あと、匂いがきついっていう。さあ、 これまっすぐ行っていいのかな中庭とか一番危なそうだけど開けますここ怖いぞあっい痛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 い良くない良くない良くないたくないたくないたいたい間に合い間に合うバレてるバレてますかですよねうわたいい 生きて生きて大丈夫大丈夫お前ならやれる、うん、そうそうそう吹き飛ばされたぐらいじゃ僕は何とも思いません、うん、痛い痛い痛いがなお薬お薬お薬セロガンみたいですよし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 ,よしさあドーピングおかましいただ走れない走んいえここでこれ大きな旅だに2つのなんかどうしよう u g e huge h u g 使えるわけないよなあうの怖いがい 走って走って。行ける行ける行ける。とりあえず行こう。開けません。開けません。え、どこ向かうどこ向かう ?2 階上がってきちゃったけど。やっぱあこっち道になってる。え立て付けが悪いのか開かない,い。頑張って行こうよ。隙間をこじ開けられないだろうか びっくりしたーえー、とりあえずなんか進んできちゃったけどあーなんかこじ開けられそうな板が出てきたこれ使えるんちゃうマジちょっと勘弁してくれ怖い怖いこれ使えるでしょあー来た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 オッケー。何ここ 目を閉めよう。え大丈夫かな。あ、ここ隠れられるところね。オッケー、オッケー、オッケー。うわ、もうずっとここにいたいわ。お父さん車でさ。とりあえずここにいようよ。はい。若き霧の初期。姉さんの支度が済むまで、サ佐チさんの話し相手をしていた時。姉さんと揃えでもらっといって、神獣の観察をもらった。 アイオさんもキヌちゃんも海を見たことがないと聞いてね贈るものら海のものがいいかなと僕なり考えたんだ君たち姉妹はとても仲がいいから、えー、お揃いで紙に飾ってくれると嬉しいよそう話す彼からかんざしを手渡されるとたちまち私の顔は好調しこの胸の高鳴りが彼に気づかれてしまうではないかと私は顔を伏せてしまった三角関係や父以外の男性から贈り物をされたのは初めてのことだった 厳格な父とは真逆で、ね、静かで穏やかな彼の声と仕草この声をずっとそばで聞いていたいと思ったその時彼が誰にも言うでもなくポツリとつぶえた言葉はあのさんは蝶のような人だね彼のその一言は先ほどまで私の方を焦がしていた熱を一瞬で奪い去ってしまった胸の高鳴りは消えさえ脈さえ止まってしまったかと思うほどに 姉さんの奥でもう一つの観察を愛おしそうに夢でなぞる様は彼が誰のものかを私に思いしてみられるようにた。綾野姉さんは確かに蝶のようだ。風に流され雨に濡れることを嫌い、美しい羽に触れれば傷ついてしまう。綺麗で弱くもろい綾野姉さん。私の手のひれでさえたやすくぐしゃぐしゃにすりつぶし,し,してしまえる。意はまだ姉さんに触れられるのは私だけ。あの白く細い首に手をかけることができない私だけのだ。いい、ぬさん。 まあなあ恋や盲目とはこのことよでここここ何ここ大丈夫かな閉めよ閉めよう何でしょうなんかいっぱい落ちてる何これ床の穴が板と釘で塞がれている打ち付けられた板の間から下の部屋が見える机の上に何かあるようだえー じゃあ,なんかあれかなバールかなんかでこじ開けるんかな回復アイテムあっこれ一周ぐるっとしてきてもしかしてあーうんまあいけるかなんかある10円円ってまだそんな使うことあるはかないよななんか聞こえるねんな わ、なんか息,息が聞こえるあ、あ、そこにいるそこにいるそこにいるどうすんのあれずっとあそこにいるやええ、動かないのこれ下行けないよこれあそこにいんねあそこに 待ち構えてるあれや待ち構えてるあれえー、ちょっと待ってこの下ってここからじゃないといけないのかなえー、っととりあえず戻ってみようかな 急いで中庭の方を出て行っちゃったけどなんか井戸とかあるらしいからさなんかそこら辺もめちゃめちゃ気になるよねで出てるかあっ10円10円はもう A がなうえー、ここから上がってきたんだけど えーどうしよう右側行ってみるうわーえこんなひどかったっけよし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 左から行こうああ結構でも回復アイテム出てくるえか、ー、とかめちゃめちゃ出てくる そんな落ちてるそうそう1個ぐらいひどいたいけどなんかひどいだあるわお母さんやお父さんが亡くなってから数ヶ月が経ちました今でも涙を流さない日はありません弔問でえ伺った時私はお父さんの死を受け止められずにいてお母さんと言葉を交わすことさはできませんでしたなぜすぐに知らせてくれなかったのですか私たち家族をお葬式にさえ呼ばすこちらが連絡しなければえ むせる気もないのですかお父さんは私とってかけがえのない人でした。お父さんへ最後のお別れを言いたかった。私は弱くてずっとお父さんの影に隠れていました。お母さんと話すのが怖かったからです。嫌いだと言われるのが怖かった。でももうお父さんはいません。このままではいけないとどうしてもお母さんに会って聞かなければならないことがあるのです。9月21日、栄治さんにもかなえにも黙って私一人でそちらに伺います。ほら。 この手紙のお,えお返事をいただけるとは思っていません。今までに私は何度もお母さんに手紙を書きました。けれど一度も返事をもらえなかった。私はずっと待っていました。9月21日お会いしましょう。えあの化け物がお母さん説あるお母さんの命日だな。さんのお母さんが金さんに会いに行ったんかえー そんな人間関係ここはあっここさっき僕が急いで来ちゃったところなんか取れる頑張って手伸ばそうよでこの火打ち石どうする隠れられるポイントねさっき急いで来ちゃったけど。 ここら辺も下降りれんのかな降りれる降りれる。で、この井戸がめちゃめちゃ気になるよな。でも覗くの怖なんか落ちてる。濁った隅に何か浮かんでる。あれが鍵になるんだな。で、ここがなんか取れなくて。え、どうしよう。 こっち側もう一通り見たからあとは下側ここら辺だね戻らないといけないのこわ <laughs> らないといけないよなこれ慎重に行こう慎重にえーっと左側だね怖い左側こんにちは で、まっすぐ行くと扉があるから、ここだ。開けるよ。開かない。反対側で何か引っかかっているようだ。ここの反対側ってさ、やっぱ上行くしかないんだろうな。なんかずーっと立ってたよね。同じところに。あ、ここここ。ここの部分だよ。 そこだよそこそこそこここ行くしかないんだよえじゃあ他にさ今のうちだったらさゆっくり見えるってことちょっと今のうちに行ってないところとかもう一回ちゃんと見とこうえー、っとそもそもそんな中なだっっけあっこういうとことか開かない。 こっちも全部見たっけああもうあかへんのかよーしもうもうだから覚悟を決めるしかないんか行こう行こう行こう来るって分かったらね怖くないですからこれなんだこれ関係あらへん ここに隠れられるからここで絶対襲ってくるからうまいこと上まで登ってで一回あそこの炭んの中に隠れるっていう作戦でいこう行くよこわここここ,怖いねこここここいねここええどうしたらいいどこまでいけるのこれケヌちゃん,キヌちゃん お姉ちゃんですかあいたあいたあいたえー、怖っこわなんでえー、ちょっといっそのことさ「こんにちは」ってちゃんと来てほしいんだがなにこれどうしたこれなんで今うわ絶対ここじゃん鍋の中に何かあるが黒い油のようなものに固まって取れない巻きがないと火がつけられない。 火を起こせばこの塊を溶かせるかもしれない。取れで取れで取れで。えっ怖えどうしよう。えなななななな,な,なにしてんのこの距離感は何えっ何この距離感わうわめっちゃいるえどうしよう。どっち先行く右と左。 ここちょっと左側わいこう離れましょうえなんか BGM 変わったんだけどいなくなってるやんどういうこと何してんの <laughs> 普通にいる普通に来た どこだっけ、ここ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 、もうもうもう大丈夫多分大丈夫あっ早い奥行って奥えっ奥行った訪れえでもめっちゃめちゃ近いやん 行った方がいいかも後ろは振り返らないこれで遠くの方に行ったと信じてあそこの奥の方行ってみようかなんか引っかかっていて通れないみたいな書いてあったけどどこのことだろうえー、っとここだから 回ここはまま逃げ道作っといた方がいいよなここここ開かないやん何してんの OKOKOK セーブポイントだうわなんかちゃんとしかも落ち着けるポイントだ10円だもんどどどどどうする？一回遊んでいく <laughs> いろんな種類のこれあるやんあすごい上からはいスピン上から行くパターンやええおいおいここ思いっきりっていいよなダメだ32枚あるから <laughs> どれかいい感じにいけるよねこれでもなんか手に入るんかなおい下手くそにもほどがあるやよっ <laughs> <laughs> やめよう。はい、ということで、今回はここら辺にして終わりたいと思います。また次回ですね、続きやっていくので、この動画気に入ってくれたり、続きが気になる方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ジャクルセイクダでしたまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。